いらっしゃい。安神の国にはどんな刀があるの？
晴らしき技の冴え、一層お強くなられたようですな。太閤秀吉様には本多忠勝殿と並び称され、西国無双と祭り上げられたものの、心は乾くばかり。銀千代がこと死ぬまで悲惨、橘の儀他ならぬ銀千代に教わったのだ。心を殺し、太閤様への儀を貫くのみ。始め！始め！
お始めくださいませ。ウィリアム、官兵衛殿が船員を手配してくださった。
わしは大阪におられる家康様へ石田方の動きを伝えに参る。早速毛利へ向かう長政殿と共にリーフデ号で大阪に向かうことにいたぞ。あのあやかし、噂に聞く海坊主、いかにお主とて歯が立つまい。リーフデ号もひどいありさまじゃ。ひとまず秋に寄るとしよう。長政殿は親族にあたる平岡頼勝殿の調略に出向くとのこと。船が修理されるまで身動きは取れぬし、毛利の調略を手伝ってくれ。あれが石田の家臣筆頭、島左近殿。敵にはしたくない相手よ。しかし左近殿でも毛利の調略は難しかろう。
早う闘技を回さねば。
な。最後にお天道様が見てえな。
じゃ奥の穴から化け物が。
上じゃが、ここまでとは。